YouTube をご覧の皆様、こんにちは。じっくりくんです。嘘です。今日はね、11月3日、文化の日で、久々の動画で、しかも、にじっくれを今日蹴って、でまたしかも、たまたまなんですけど YouTuber のね、じっくれくんにお会いして、ちょっとお話できて、楽しかったです。今日紹介するのはね、そのじっくれくんとねトレードさせてもらって、自分の放出がビダルじゃなくてテベスです。でじっくれくんの方からはちょっと自分がバイエルン縛りしたくてちょっとビダルを、ちょっとね、お願いトレードしてくださいと申してですね。で、届いたのを紹介しますね。こうやってシュンって届いたのを紹介しますね。でちょっと開けますよ。マジか、こういう梱包の仕方だよね。これ言わないといけないのかな。チアゴシューバー、似てないですけどね。中身ちょっと見てみてますよ。お、まずチアゴシューバー。お、これいい。メドラン、これ持ってないですね。メドラン、ありがたいです。ありがとうございます。次、お、これもこれレア KP 持ちのゾコラですね。 DA ゾコラ、まあいいと思います。お、サパレタです。ありがたい。これはね、まあ5枚目ぐらいですかね。ありがとうございます。で、あ、これがお目当てのビダルですね。これダイレクトプレイ重視っていうのかな、重視で、ね、使っていこうと思うんで、いいね、いいと思います。で最後またチアゴシューバーね。でね、最近ちょっと YouTube 投稿できなくて、で自分のチャンネル見たらね、もうすぐ500人突破するね、そのチャンネル登録者数が。なんで、500人突破したらですね、プレゼント企画なんかやっていこうかなと思ってますね。今後ともよろしくお願いします。今日はちょっと車の中でちょっと動画撮ってるんですけど、まあまた近々ね、撮っていこうと思いますね。皆さんよろしくお願いします。